こんにちは、マリンです。はい、ということで今日はじゃーん、ミスドの新作を買ってきました。この新作とっても楽しみにしていたので、今日はこちらを食べていきたいと思います。ぜひぜひ最後まで見ていってください。それでは、はい、ということでミスド買ってきました。今回4つともゲットしてきました。そしたらこんなに可愛い箱に入れていただきました。可愛い、ブローマジュドを買ってきました。早速開けてみたいと思います。今回は生地にクリームチーズが入っているということで、早速ご紹介していきたいと思います。まず1つ目がじゃん、こちらになります。ブローマジュドオリジナルになります。これもすごい楽しみで、続いてがこれも楽しみにしてました、フロマージュドダブルクリームになります。そう、ダブルクリーム、チーズホイップとホイップクリームが乗ってます。もうこれ絶対に美味しい、よりチーズ感が感じられそう。そしてこれ一番好きかもしれない、こちらがフロマージュドブルーベリーになります。間違いない美味しい。そしてラスト、こちらになります。フロマージュドティラミスになります。上にティラミスが乗ってます。これも絶対に美味しい、こちらの4種類になります。私が一番特に気になっていたのはこの真ん中の2つ、ダブルクリームとブルーベリーになります。でもどれも本当に美味しそうなので、早速食べていきたいと思います。いただきます。オリジナルからいただきたいと思います。ドーナツ生地にチーズも入っているので、美味しそう、ツヤンツヤン、かわいい。これからいただきます。結構トロトロだ、溶けてる。いただきます。うん、美味しい。生地がサクッとしてるんですけど、しっとりしていてめちゃめちゃ美味しい。アプリコットのこのコーティングが甘みがあってめちゃめちゃ美味しいです。なんか私サーターアンダギーとか、沖縄のサーターアンダギーとかが大好きなんですけど、その感じにちょっと似てる。次、気になっていたこちら、このダブルクリームいただきたいと思います。見た目も可愛い。なんか今までのミスドの新作の中で今回一番私気になっていて、そもそもフロマージュが大好きなんですよ。フロマージュ大好きなので、今回めちゃめちゃ嬉しかったです。幸せ。これはオリジナルよりもさらにチーズ感がちゃんとあるので、チーズが好きな方はもうこれ一択かも。チーズクリームとのバランスがめちゃめちゃちょうどいいです。今までで一番私が好きなドーナツかもしれないです、コラボの中だと。一番気になっていたブルーベリーは最後に取っておきたいと思います。ティラミスからいただきます。ティラミス、これすごい大変そう、パフってなりそうな。待って、ティラミス、なんかドーナツが割れてる。すごい、このドーナツのところに、間に、うん、ちゃんとティラミス。そっか、ティラミスもチーズだもんね。ドーナツっていうよりももうティラミス食べてる感じに、感覚に近い。上のクリームがめちゃめちゃ美味しい。そして最後、気になっていたブルーベリーいただきます。もう今日は一気に食べちゃいます。これ絶対美味しい、ブルーベリー。一口で決まりました。今回のフロマージュド優勝はブルーベリーです。めっちゃ美味しい、ブルーベリー。一番フロマージュ、ブルーベリーが結構さっぱりしてるというか、酸味もちゃんとあるので優勝です。どれも美味しいんですけど、結構好みがちゃんと分かれるかもしれないです。なんか似てるというよりはもうその味ごとになってるので、これがショートケーキだとしたらフルーツタルトみたいな、なんかそういう感じです。でこれはもうザ・ティラミスだし、もうほんとケーキを選ぶ感覚と一緒なので、皆さんの好きなお気に入りが見つかりそうな感じがします。私のおすすめはもう断然ブルーベリー。フロマージュブランっていうのが大好きで、一回作ったことがあるんですけど、あれを使うんですよ。ガーゼを使って作るんですけど、確かフロマージュブランとかいう
もので、本当にそれが美味しくて、チーズケーキ屋さんとかにたまに売ってたりするんですけど、あのクリームチーズっぽい感じの中にブルーベリーのソースとか入ってるんですよ。本当にとにかく大好きなので、今回のミスド本当に楽しみにしてて、私が想像してたフロマージュ感が一番感じられたのがこのブルーベリーだったんですよ。ブルーベリーは本当におすすめで、チーズ感を求めてる方はあのこの辺がおすすめ。オリジナルよりもダブルクリームとかティラミスとっても美味しいです。ティラミスってコーヒーが染みてるスポンジがあんまり得意じゃなくて、でもこのドーナツだから、あのティラミスのあの下のスポンジが苦手な方でもこれ美味しいんじゃないかなって思います。私って好きなものを最後に取っておくタイプなんですよ。結構これ分かれますよね。これ結構分かれるんですよ。一口目、一番お腹空いてる状態の時の一口目が一番美味しいから、好きなものから食べたいっていう方もいるんですけど、私は好きなものを絶対に最後に取っておくタイプなんですよ。でもそれがね、たまにあの他のものでお腹いっぱいになっちゃって、結局食べれない、あの他の人にあげることになっちゃうみたいな時もあるので、すっごい難しいんですけど、皆さんはどっちですか？ということで、ちょっと食べながらいろいろお話ししていきたいなと思っていて、なんと明日で YouTube 始めて1年が経ちまーす。今チャンネル登録者数あの3000人超えていて、本当に本当に皆さんいつも見てくださって、そしてチャンネル登録してくださってありがとうございます。まだの方はぜひチャンネル登録もしていただきたいなって思うんですけど、楽しい動画を届けていくので、いいなって思ってくださった方はぜひチャンネル登録していただけたらなって思っています。私 YouTube 始めた時全然喋れなくて、でもこうやってお話しできるようになってきて、で特に私の今までのお気に入りの動画とかね、なんだろう、皆さん一番好きだなって思ってくださった動画どれだろう、一番あのいろんな方に見ていただけてるなって思ったのは、初めの方にアップしたバッグの中身紹介、 What's in my bag か、見ていただけててすごい嬉しかったです。他だとあの趣味がお買い物だったりもするので、購入品動画だったりも私の本当にお気に入りのものを YouTube でご紹介してるっていう感じなので、せっかくお買い物するなら YouTube で皆さんにも知っていただきたいなと思う部分があって、本当に好きなものをお届けしてる感じなので、1年経ちますけど続けられてよかったなって思っています。本当は自己紹介ちゃんと最初に撮らなきゃいけなかったんですけど、ちゃんとした自己紹介っていうものはまだしたことがなくて、なので自己紹介もちょっと撮ってみようかな、撮ろうかなって思ってます。最近本当に夏が来たじゃないですか。夏になってきた。18時になってもめちゃめちゃ明るくて本当に最高。私の好きな季節が来ました。11月生まれなんですよ。一応秋なのかな、私的にはなんか冬生まれなのかなっていう感じもあるんですけど、11月なんですけど夏が好きで、今年の夏いろいろやりたいな、冬とかよりもより外に出る機会が多くなるので夏になると、夏服がとにかく好きなので夏服着れるのがすっごく嬉しくて、今年も夏たくさんお買い物したので夏の購入品とかも取りたいなって思ってます。あのまた楽しみにしててください。可愛いものをまた買ってしまってるので、そう、まだ買ってしまってるんです、私は。なので楽しみにしていてください。なんか夏が一番痩せる季節だなって思っていて、なのであの夏の始まりにこんなにたくさん食べてるんですけど、夏はかき氷、あ、かき氷食べに行きたいです。夏絶対にやりたいこと一つはかき氷を食べに行く。お姉ちゃん夫婦と一緒にかき氷食べに行ったんですけど、もうあれが本当に美味しくて、また行きたいなって思ってます。かき氷はね、もうカロリーゼロなので、ほぼフルーツの糖分だけっていう感じだから、フルーツ系のかき氷だったらもうほぼゼロっていうことで、かき氷大好きです。かき氷苦手な方とかも結構周りに多くて、なんか誘ってもうーんみたいな感じの子が多いんですけど、私の父と母かき氷大好きなので、夏の季節になるとあのここ食べ行こうとか結構言ってて、今年も絶対に食べに行きたいと思ってます。一つお気に入りのお店があって、近所なのでここのお店って言えないんですけど、きなこがすっごい美味しくて、きなこのかき氷があるんですよ。
で黒蜜をこうかけるんですけど、それがすごい美味しいのと、でお父さんとお母さんはそのきな粉がお気に入りなので、私はもうその2人のきな粉をちょっともらいつつ、ブルーベリーのヨーグルトかき氷とか大好きで、もうそろそろ始まってると思うので連れて行きたいと思います。はい、ということで今日はミスドのフロマージュドを食べてみました。美味しかった。ミスドのドーナツは本当に美味しいので間違いはないんですけど、あっさり系が好きな方はブルーベリーをおすすめしたいなって思ってます。ということで今日の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。明日で1年が経ちますが、楽しい動画をお届けしていけるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。